院へ入ります1号艇中村明人も逆転でこの1枠をゲットしてきました。中村さあ後枠からの戦いです。横2コースに入るのが2号艇の城滝和則、前半まくって3勝目乗ってます。3コース3号艇辰馬光弘、この勝負どころ部品交換で上積みを図ってきました。4コース角の位置に4号艇の栗山茂弘、前走勝って上々ムード。5コースは5号艇の長尾翔平、予選道中は2勝と奮闘。大外はボーダー下からの突破です。6号艇の川田雅人、3対3です。インコースから1番2番3番4番5番6番、スタートしました。準優勝戦第11レース、1番2番と踏み込んだスタート。さあ1マークの攻防戦、2コースから出ていく2号艇の城滝がまくる、抵抗した1号艇中村流れている、その内刺したのが4号艇の栗山、4号艇の栗山が抜けました。スタートは前提正常でした。先頭4号艇の栗山、すぐ後ろ5番と2番が並んで追走。2マークの攻防戦、トップで4号艇の栗山茂弘折り返します。そして5号艇の長尾の外、全速ターンで2号艇城滝とホーム直線コース。2番手は5号艇の長尾が前、2号艇城滝3番手、体型が4番5番2番で、レースは2周目と入りました。先頭構想は4号艇の栗山茂弘、向こう正面です。そして2番手5号艇の長尾翔平が内狙っていった、届いてきた。4号艇の栗山の懐並んだ5号艇の長尾、4番5番、先頭設定。さあ2周2マークの攻防へと移ります。5号艇の長尾が内側から先行体制で回る。4号艇の栗山、さあしてホーム直線コースへと折り返してきました。トップ争いは5号艇の長尾翔平が前へ出ました。逆転成功。4号艇の栗山2番手の位置、その後ろ3番手は2号艇の城滝。レースは最終周回です。トップ構想は長尾翔平、道中逆転から先頭に立っています。最後のバックへ。そして2番手に4号艇栗山茂弘、2号艇城滝和則3番手、上位3艇は5番4番2番です。5-4-2、この決着3連単のオッズは652.1 倍となっています。最終コーナー先頭で折り返すのは5号艇の長尾翔平、2番手は4号艇栗山茂弘、2号艇城滝和則3番手、まもなくゴール。先頭5番五輪、4番五輪、2番五輪、6番3番五輪、1番五輪、以上前提五輪しました。